世界で初めて骨をドリルで削らない、痩せた骨でも対応できる大口式インプラント手術法を考案開発された医学博士大口博士先生に、視聴者の方からのご質問に答えていただくコーナーです。大口博士歯科クリニックでは、骨をドリルで削らないインプラント治療のほかに、透明で目立たないマウスピース矯正でも地域の患者さんに支持されています。本日の質問です。インプラントと入れ歯を組み合わせたものがあると聞きました。詳しく教えてくださいとのことです。先生、はい、お願いします。この方がおっしゃっているのは、インプラントに入れ歯を固定するインプラントオーバーデンチャーですね、うん、インプラントオーバーデンチャー、はい、具体的にはどういうものですか。で、それはですね、この方はですね、そう入れ歯のようですので、最低2本、はい、できれば4本のインプラントを植えまして、はい、そこに入れ歯を固定します。固定する方法としては、インプラントの先についたボール状の突起に入れ歯をパチンとはめるものや、まあ、その上にですね、マグネットをつけて、そしてマグネットをつけてくっつける方法、まあ、いくつもあるんですよね、はい、で、半期だけで支える通常の総入れ歯に比べまして、顎の骨に植えられたインプラントに固定されますので、まあ、外れにくいということですよね、はい、それから、まあ、そういうメリット大きいですよね。外すときは簡単にまた取れます。で、清掃も容易ですよね。なるほど。でも特別な手術が必要なんですよね。そうですよね。インプラントオーバーデンチャーは入れ歯が外れやすい方に適用される治療法です。で、合わない入れ歯を使っているとですね、骨がどん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 痩せていって、余計に合わなくなってしまいます。ですから、そういった方は、骨が痩せて細くなっている場合が多いんですよね。で、骨が痩せて細い方はインプラント治療ができなかったりですよ、骨移植ですね、これは骨造成など骨を増やす手術が必要となってしまうんですね。それは大掛かりな手術ですね。大変ですよね、はい、費用も時間もかさみそうですね。その通りです。先生が考案された大口式インプラント法ではいかがなんでしょうか。それはですね、大口インプラント手術法ではですね、骨を削らずにゆっくり骨を広げていく、で、穴も大きくしていきますので、はい、痩せた細い骨でもインプラントを行われる、できる可能性が高いんですよね、はい、で、骨幅が1ミリ程度、本当にボールが 2,3 枚ぐらいですね、こういう、まあ、細い骨では、はい、通常は骨移植が避けられません、まあ、そういう患者さんがインプラントオーバーデンチャーにできた症例を持っています。ただし、はい、インプラント全般に言えることですが、保険適用外ですので、歯科医師とよくご相談なさってくださいね。入れ歯が外れやすくてお困りの方、ぜひ信頼のおける歯医者さんにご相談いただきたいですね。そうですね。先生、どうもありがとうございました。はい、どうぞ。しまして、あなたの豊かな人生のために、まずは大口の健康からですね。それでは本日の回答の補足です。インプラントを組み合わせた半固定式タイプの外れにくい入れ歯、インプラントオーバーデンチャーのお手入れはどのようにすればよろしいでしょうか。通常の入れ歯同様、取り外して入れ歯洗浄剤などで清掃しましょう。インプラントに入れ歯を固定する部分の汚れを綿棒などで丁寧に優しく取り除いてから、義歯洗浄剤などにつけておくのは良いでしょうね。歯ブラシなどでゴシゴシ擦るのはお勧めしません。接合部分はプラークがつきやすいので、抗菌性のあるジェルなどを塗布してからインプラントオーバーデンチャーを装着するのも良い方法だと思います。